トベ生配信初集結。ナンバーアイが送る初動画、そしてトベメンバーの新たな挑戦。トベが繰り広げた初の YouTube 生配信での12人アーティスト集結。新しく設立された事務所、トベ・トゥービーが、待望の YouTube 生配信番組、トゥービーンを25日に初めて公開しました。この生番組では、三宅県、 北山博光、ナンバー、アイ、イムップなど、計12人のアーティストが初めて一堂に会し、ファンを魅了しました。番組では様々な企画を通じて、アーティストたちの新たな一面が明らかになり、ファンとの距離が一層縮まりました。第一部、アーティストたちのプライベートを除くトークセッション。生番組の冒頭では、 これまであまり交流のなかったアーティスト同士がお互いをより深く理解するためのトークセッションが行われました。その中でナンバーアイのキシ太タが今どんな家に住んでいるのかという質問に答え、リアルに今はワンです。と指を一本立て、1LDK 住まいであることを匂わせました。 これにより、アーティストたちのプライベートな一面が垣間見え、視聴者はより親しみを感じることができました。第2部、飛べメンバーの未知なる世界に挑む企画。次に展開されたのは、飛べだけが知らない世界、と題した企画で、イムップのキシュンスケ、影山拓也、横原祐希、椿康志我が大手回転寿司チェーン、スシロー、でのロケに挑みました。 このロケでは、スシローのメニューからベストの10ネタを4人で決定し、スタジオのトべメンバー全員でベスト3に絞るというユニークな試みが行われました。最終的に選ばれた、サーモンイクラ軍艦、大粒貝、特ネタ大トロは来年1月からトべ厳選。 トゥービー三冠盛りとしてスシローで商品化されることも発表され、視聴者に新たな楽しみを提供しました。第3部、化粧品メーカーコースへの店舗でのアーティストたちのロケ。さらに、イムップの佐藤真鈴木大河、松井壮が化粧品メーカーコースへの店舗に赴くロケも生配信されました。こちらでは飛べメンバーが選んだアイテム4品が、 視聴者にプレゼントされることが明らかになりました。この企画を通じて、アーティストたちが自身の美容ルーティーンやお気に入りのアイテムについて語り、ファンとの共感を深めました。感想、飛べメンバーの生き生きとした魅力。初回生配信は約100分にわたり、アーティストたちの個性豊かなトークや新しい挑戦が盛りだくさんでした。 感想を求められた平野塩は、あえて今日はあまり台本読まなかったんですけど、意外と読まなくてもいけるもんだなって、と豪語し、会場の爆笑を誘いました。また、ナンバーアイからは11月27日に、ついにグループ公式 YouTube チャンネルに初の動画がアップされることが発表され、北山博光からは、じらすよな。お前ら。 といじられていたとのエピソードも明らかになりました。結論、飛べの新たな一歩、ファンとの絆を深める生配信。ルービー、の初改正配信は飛べメンバーの新たな一面や挑戦を伝える貴重な機会となりました。アーティストたちが視聴者との距離を縮め、ファンとの絆を深める姿勢が感じられました。 今後もトベの YouTube 番組がアーティストたちの魅力を余すことなく伝え、ファンを楽しませていくことでしょう。次回の生配信が待ち遠しいと言える1日となりました。中、この投稿は提供された情報と仮定のもとに書かれており、実際の出来事とは異なる可能性があります。